じゃあ、会議室の風景ですね。えー、会議室、あの、巨大なですね、あのジャブロ本部の会議室の中でですね、えー、ゴップ将軍ですね、よく出てくる将軍が、ティアム艦隊は21時にここジャブロを発信する。そこで君たちホワイトベースはその2時間前に発信してくれたまえ、というふうに言います。ブライト驚いて、2時間も前にでありますか聞くと、ゴップは、そうだ、あ、おとり艦は他に3隻出す、というんですね。あの、前回は、 おとりだってはっきり言わなくて、ブライトからですね、ブライトから我々をおとりというわけですねっていうふうに言われたんですけども、詰め寄られたんですけどもですね、今回はゴップ将軍はそういうふうに言われて、うん、もうじゃあもう君分かってんだな。うん、おとり感は他にも三席出すからっていうですね、このゴップ将軍の大人っぽさっていうかですね、したたかさ、たぬきさ加減っていうのが、ね、なかなかすごいです。で おまけに発信シーン見たらホワイトベース1期だけで行ってるんですよ。なので、おとり感3期出すっていうのも嘘になったんですね。もう本当におとりとして行ってくれ、死んでくれ、おとり感他に3期出すからっていうふうに言ってたんですけど、それすらも出してくれなかった。ですね。だから完全にこう見捨てられたような状態でホワイトベースは一人だ、自分たちだけの力で生き残らなきゃいけなくなったんですけども、ここら辺のですね、ゴップのちょっと面白い、なんかこう、策略家としてのセリフですか。 だから、あの、あ未来あ、未来君君もなんか、あの、婿さんの世話をさせてくれたまえよっていうふうに言ってんのも、これから殺す相手にまだ親しげに言ってると。万が一生き残った時に八島財閥との関係を良くしようっていうです。これはも,もう狸親父の発想なんですね。なかなかすごいです。で、 まあ、後々出てくる。この辺のですね、やり方が、ブライトたちがですね、後々出てくる、その連邦本部への不信感に繋がってくるわけですよね。で、えー、なんで2時間前に出発するのか。なんでティアーム艦隊2時間前に出発するのか。その時に映ったディスプレイの映像がこれなんですけども、すいません、これはあの、僕のパソコンのあの,あの、模様で、模様というかですね、あの、映ってる、画面に映った映像で関係ないんですけども、これゴップ将軍ですね。 で、ここがジャブロで、えーで、ティアム艦隊は、ルナツーへまっすぐ行くと。それに対してホワイトベースは2時間前に出て、で、途中でコース変えて、ソロモンで集合と。で、ティアム艦隊はこのまま、えー、ソロモン、ルナツーに集合した後で、えー、ソロモンに行くというふうに説明してるんですけども、これはあの、実は地球をですね、えー、上から、太陽系を上から見た、北方向から見た図解なんですね。 だからね、えー、地球はですね、このように時計回りに回転しています。で、あの地球の地上から発射されるロケットとか宇宙船っていうのは、秒速8キロを出さないと衛星軌道に乗れない。ところがあの、地球自体もですね、この図で言えば右回りにですね、時計回りに秒速1キロぐらいで回転してくれてるんですね。秒速8キロというのは速度を出さないとダメなのに、地球自体が秒速1キロで回転してくれるから、実はこの右回りにと飛べば、 特なんですよ。だから大体のロケットとか宇宙船というのは東側、地球の自点方向に向かって発射されるわけですね。だからよく北朝鮮のミサイルが日本上空を追加とか、また日本がって言うんですけど、あれ当たり前で別に北朝鮮であるとどこであると世界中の国のロケットは ほぼ確実に、なんかよっぽど、この軌道に乗りたいという理由がない限り、ほぼ確実に東向きに発射されますので、北朝鮮から発射されるミサイルは、そりゃ、どんな実験であっても日本上空通過するに決まってるわけです。ね。だからといって、あいつらがやってることが正当化されるわけではないんですけども、まあ、ここのところ、ちょっと軽く押さえておいてください。絶対に東向きですから、あの、だとそうやらないと、あの、なんだろうな。 自転速度の秒速1000メートル損しちゃうんだもん。そりゃ東向きに打ちますよってなもんです。だから、ティアム艦隊がルナ2行くっていうのも、これも概念図であって、本当はやっぱこういうふうに回ってルナ2に行くわけですね。どん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 加速して、いうふうに行くわけですね。で、あの、地球とルナ2の位置関係っていうのは、あの、大体、もう本当に天文学的な問題だから、 何時、西暦何年の何時、何月何日、何時何分はもうルナ2ここにあるというのは絶対にわかるわけですね。で、ルナ2に向かってティアム艦隊が21時に発進するというのは逆に言えば21時ぐらいにジャブロを発射してこれぐらいの加速度で行ったらそりゃ目的地はルナ2だ。 うのが、ジオン側ににもすすぐにわかってしまうんですね。ここら辺がその宇宙船打ち上げの面白いところでこの宇宙船打ち上げのタイミングのことを「ウィンドウ、窓っていうんですけどもあの何月何日の何時から何時までのタイミングで打ち上げればアポロのあのサタ r n 5型ロケットは加速すればそのまんま放っといても大体月の方向に行くっていうふうに決まってるんですね。 だからアポロの発射っていうのは何時何分っていうふうに最初は厳密に決められていてでカウントダウン中止でもう一回ってするときには次のウィンドウを待つか現在のウィンドウのまま無理やり加速無理するかなんかしてで月に向かって撃たなきゃいけないとかなりねその遠くのあらかじめ決めた時間のときになんかねすごい離れたところからもうスループが決まった坂をパチンコ玉を転がすようなもんだと思ってください 宇宙関係の物理学ってそうなんですよ。一回やったらもうね、なかなか後戻りできないので、このタイミングで転がしたら次に転がしができるのは何日後というふうに決まっちゃうんですね。で、えー、夜の9時にティアム艦隊が発進すればルナ2だ。ところがそれの2時間前に発信したら、ジオン側から見たら、え、 2時間、あの、19時に発信したということは、そっから通常の加速やったら、目的地は月かな、月のグラナダを襲うのかなというふうに見えちゃうわけです、ね。ここら辺の策略を使ってですね、えー、見事にですね、誤解させたわけです。だから、あの、ホワイトベースの役割の囮とりっていうのは何なのかというと、要するに、本体の発信とは別のウィンドウを使って、地球衛星軌道に上がることによって、目的地ですね、地球連邦の反撃が、 まずは月に行くんだというふうに思わせることだったんですね。で、あの、実はここで急激な軌道変化してますけど、おそらくね、これはあの、ルナ2の反対側に月があるのでですね、月の重力場を利用した重力ターンを使ったのかもわからないと僕は考えたんです。まあ、これがあの、原案ですね。連邦本部が考えた。 しかし、あの、シャアの攻撃で、ホワイトベースはですね、速度が狂ってしまい、結局、予定していた軌道に登れなくなってしまってですね、えー、月軌道に行くように見せかけてソロモンに行くというのをできなくなって、結局、サイドシックスに寄ってしまうわけですね。